入間川五人とは、昭平八年、文奈二年に、鎌倉公方足利元氏が、武蔵区に入間郡入間川に設置した、宿営地。入間川御所とも呼ばれる。官能の上乱後に、上杉氏勢力に対抗するため、九年間にわたって、鎌倉府がこの地に移されて、公方である元氏は、入間川殿とも呼ばれた。田の戦いで、弟の忠義をって、 関東を奪還した室町幕府初代将軍、足利高氏は、ただ吉方であった関東出事上杉範明を追放して、畠山国清を公認に任命し、範明が守護を務めた上の、越後揚げ屋の宇都宮氏綱に与えられた。この時期の鎌倉府の体制を、学術上において、った山体制とも称する。氏綱は、 重心派が前回一族を守護代として派遣していたが、両国は、上杉憲りが上野を根拠とする南朝方の有力勢力である日田市を制圧する過程で、勢力を築いており、上杉氏や日田市の支持者が新守護の宇都宮市に反抗する可能性が高かった。そのため、畠山国清は元氏を報じて、入間川と鎌倉街道の交点近くに、鎌倉府の機能を移転させ、 北関東の平定に当たろうとしたのである。ところが高氏の死後、鎌倉府の長として成長した元氏は、上杉範明の復権を格索して、国清、宇治津奈良と対立する。結果、昭平十六年、公安元年に、南朝討伐のための上落軍失敗の責任を取らせる名目で国清を更迭。これに激怒した国清は、翌昭平十七年、上時元年に、 両国のいずれ反乱を起こした。元治はこれを打つ名目で、入間川を離れて、伊豆に向かい、国木を降伏させ、その後は、鎌倉に戻って、入間川に、再び入ることはなかった。さらに同年には、宇都宮うじつの越後守護職が更迭されて、の明が復帰してほどなく、鎌倉に呼び戻された。そのため、上杉氏に対抗するという入間川五人設置の意義が、 喪失したため、そのまま廃絶されたと考えられている。同時に、国清らを中心とした、札田山体制も終焉を迎えることとなった。なお、入間川個人の正確な所在地は不明であるが、現在の埼玉県狭山市入間川にある、特林寺の休憩台付近から、狭山八幡神社付近など数箇所が、候補に挙げられている。ありがとうございます。